わあ、いいんじゃないこれ。ああ、ちょっと微妙だな。ちょっと微妙だな。さすが。いや、やっぱりすごいです、沙織さん。超いい。知的な才女。大人の女性の色化が。まだ言いますか。ちょっと微妙だな。すいません。つい興奮しちゃって。準備できました。チークがちょっと違うな、やっぱりな。本当に素敵です。もうちょっと抑えめのが良かったな。また余計なことを。すいません。なんか、田舎っぺみたいになっちゃったな。カッペだ、カッペ。あまり無理しないでくださいね。もし危なくなったらすぐ逃げてください。おお、心配してもらえるのはありがたいけど、ちょっと心配しすぎ。山見さんは、危険はないと言ってました。スーツがな。命の危険はないかもですけど、ほら。やっぱグレーがいいな、人にお尻触られたりとか。ライトグレーのスーツがいいな。それくらいは覚悟してます。そしたらもうちょっとメイクも抑えめにしてね。そんな。それじゃ。沙織さん。星野くん。はい。メイク、褒めてもらって、嬉しかったです。まあでも逆にハニートラップだからいいかもしんないね。ちょっとチーク強めにね、出しといて、私惚れてますよみたいなね、カラコンみたいな感じよね。ちょっと目ん玉大きく見せて、あなたに興味ありますよっていうのは真相心理にこう、訴えかけるみたいなね。手ぶらで来んのかい沙織さん。雑誌記者のくせにな。お、八神さん。隠しカメラを用意してきたよ。気が利くぜ。隠しカメラ？うん。これがハニートラップに必要な小道具。ほら、ここがレンズ。撮った映像はリアルタイムで俺のスマホに送られてくる。それとこのイヤホンを耳に。無線で俺から会話の指示をさせてもらう。指示？前にもキャバ嬢に変装してもらったけど、今回は見た目以上に会話で男を誘惑する必要がある。だから八神さんがその指示をくれるんですね。ぜひお願いします。俺に任せてくれる？ええ、男性を誘惑する会話センスは専門外なので。でも誘惑した後はどうすれば？木戸が沙織さんにいやらしく迫るとこを隠しカメラで抑える。それでセクハラの事実を証拠に残す。そう、沙織さんの仕事はそこで完了。あとはセクハラ映像をネタに木戸をカムロ町へ呼び出す。セクハラスキャンダル。セクハラ男を隠し撮りにして脅すなんて、やだ、すっごい面白そう。大丈夫そう？ご心配なく。エロいことした分、苦しむのは木戸です。だよね。でも無駄にお尻触られるのは嫌なので、的確な指示をお願いします。わかった。じゃああとは無線で。OK。よし、聞こえるな、沙織さん。まずはロビーに入って受付。受付に話しかけて、木戸に取材を申し込むんだ。アドデック9の解説をお願いしたいとか適当に。了解。どうぞ。お約束でしょうか？いえ、そうじゃないんですけど、センター長の木戸さんに取材を。取材と言いますと？フリーで記者をしております白崎と申します。アドデック9のことでお話を伺いたく思いまして。お約束のない方はお取り次ぎできないんですけど。あ、そうなんですか。でもどうしよう。沙織さん、もう少し粘ってみて。申し訳ございません。何分気度も多忙なものですから。あの、本当に少しの間だけでいいんです。私の方はいくらでも待ちますから。そう言われましても。お願いします。気度さんに聞いていただくだけでもしてもらえませんか？アポなしでの取材は例外なくお断りしておりますので。いや、美人なら話は別ですよ。出た。センター長の木戸です。私への取材をご希望ですか？スケベハゲ、この人が木戸。あ、
はい、白崎と申します。おお、白崎さん。いや、お美しい。さあ、私の部屋までご案内しましょう。いいんですか？ありがとうございます。もう、センター長、木戸のやつ、下心丸出しだな。本当だよ。でもおかげで助かった。カレー臭すごそうだよね。ザ・おじさんみたいな。どうぞ。わあ、豪華。ここが木戸さんのお部屋なんですね。素敵です。大したことないですよ。まあ、よく言われますが。どうぞ、かけてください。沙織さん、隠しカメラのテーブルの上。あれ、上着どこ行った？おい、ジャケット。今日は突然お忙しいところすみません。カメラもう少し右に、あと15度。よし。怪しいな。白崎さんは何をお飲みになりますか？ブランデーはどうです？ちょうど今ハマっているのがあるんですよ。あら、まあ、これどうしようかな。まだ仕事中ですから。いただきます。私を酔わせてどうするの。いや、これ行きたいけどね。でもまあ、しょっぱなにしてはここだろう。ワンクッション置かないでいきなりね、こっちっていうのもね。でも連続正解ボーナスが右上にあるから、これは逃したくない。まだ仕事中。でもまあ、下のところに、いつもの私なら黙って睨む場面ですがと書いてあるので、これで行ってみるか。だあ、ダメだ。そんなこと言って私を酔わせてどうするつもりなんですか？さあ、どうしようか。私、仕事しに来たんだけど、ね、早い早い。もちろん分かってるから。酔っちゃったら責任取ってもらいますよ。楽しいインタビューになりそうだ、ね、早いんだよ。二人の出会いに、素敵な出会いに。何言ってんだこの薄らはげが。あ、すごい美味しいです。このブランデー、体の芯から熱くなってくるだろう。ええ。沙織さん、ここで胸のボタンをもう一つ外そう。はい？ん？何か？あ、いえ、別に。その、ちょっと熱くなってきちゃって。そうね、暑いね、確かに。やったな。ついてきてる。バカだろ。それで、何の取材だったっけ？アドデック9の進捗は。もうバカすぎるな、ここの2つはな。アドデック9の進みはどうですか？ああ、やっぱりその件ね。どうかされました？いや、まあいいんだけどさ。今までにも散々聞かれてるからね。また同じ答えを繰り返すだけだよ。あら、なんかテンション下がっちゃったな。でも仕方ないとはいえ、何度も繰り返すってのも結構面倒なんだよね。軌道がしらけてるぞ。沙織さん、どうする？どうするって、もうドキドキしちゃって。え？ドキドキ？どれ？キャッ！大丈夫、正常な心拍だよ。木戸は思ってたより相当なエロ親父だな。大丈夫か、沙織さん？ちょっとびっくりしましたけど、ありがとうございました。ありがとうなんて、そんな。ごめんな。でも沙織さん、いい仕事してる、その調子。おー。さて、それで何の話だったかな。長引かせるより一気に畳んだ。そうだね。沙織さんの方で何か仕掛けてみて。何かつってもな。それじゃあ、木戸の顎の下を撫でちゃう。撫でちゃうってなんだよ。胸のボタンを外してしまう。色っぽく足を組み直してみる。
いや、俺はね、意外とこの足組んだりするのね、人好きなんですけど、ここはもうこれで行くしかねえんじゃねえか。顎の下撫でちゃうのはちょっとさすがにな。逆セクハラって言われてもね、おかしくない状況になるから。この部屋、かなり暑くありません？うん、暑い。暑いよね。僕も同感だよ。あれ？ちょっと、沙織さん、まさかさらに胸元を。あらまあ。楽になる。もしかして沙織さん、結構この状況楽しんでる？なんだこの親父。たく、最低の男。こんな感じかな。はい、とっても素敵です。じゃあ、お写真の方は以上で。よし、もう十分だ。沙織さん、引き上げよう。どんな写真になったのかな。ああ、確認されます。ああ、バッチリ撮れてるからダメ押しだ。こらえてくれ、沙織さん。これをこらえろって。もうずっと私を誘ってくれてたろ。ん、取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。そうですよね。でも今夜二人で食事でもどうかな。カムロ町に誘い出してくれ。じゃあカムロ町でなら。カムロ町？いや、あそこはちょっと。他の場所ならどこで。で、いえ、木戸さんはきっと来てくれます。ん？どうして？後でメールしますね。なんだあのハゲ親父、満足そうな顔しやがって。まあいいなあ、俺もああいうことしてえなあ。くそ、ちくしょう。ずっと私を誘ってくれてたろ。ん、取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。沙織さんは途中からなんか妙なもんに目覚めたか。ああ、俺も最後の方はなんか怖かった。それで、木戸は本当に出てくるのか。あいつには沙織さんの名前で隠しカメラの映像を送りつけといた。来なきゃネットに映像をばらまくって。なるほど、そりゃ来るしかねえか。で、カムロ町のどこに呼ぶんだ。バッティングセンター。バッティングセンター。もう杉浦と東が先行って周りを見張ってくれてる。嘘だろ。どうした。よけに手回しがいいじゃねえか。大久保君の死刑が迫ってるからな、のんびりやる気はないよ。そうだった、俺らもそろそろ行こう。もうアウトレイジじゃん。バッティングセンターでな、あのボールが飛んでくるとこに縛りつけてな。出発。あんちゃん、バッティングセンター行こうやっつってボコボコにされるやつな。まあでも木戸もね、ああされちゃ来るしかねえか。さあどんな面下げてくんだろうな、木戸の野郎な。この世の終わりみてえな顔して来るんじゃねえか。おっ、めちゃくちゃいる。さーて、そろそろバッティングセンター。さあこの中かな。お、杉浦からだ。もしもし。今車回してきたとこ、こっちのこと見える？ん、どこだ。おお、あれか、カイトさんも死にかけてんじゃねえか。体力ゲージがな。お疲れさん。東は？もうバッティングセンターの中に行ってる。周りは今のとこ異常なし。
木戸もそろそろ来る頃だよ。その後の段取りは？木戸が来たらこの番に乗せてシャルルに連れて行くって。シャルル？東んとこのゲーセン？別にどこでもよかったんだけどね。そこで軌道を取り調べるってことでよかった、八神さん。ああ、ちょうど噂をすればってやつだ。おおおお、マジで来たか。よし、行こう。完全にもう人さらいじゃねえか。なあ、俺たち有罪になるんじゃねえかこれ。普通にな、結構八神さんね、それそこまでやっちゃうとダメだよみたいなことをカイトさんによく言うけど、これもうギルティじゃないですか。なんでお前らがここに。なんでって、俺はこの町で事務所開いてる探偵ですよ。木戸さんこそ珍しい。こんなとこに何の用です？いや、もしかして美人の記者と待ち合わせとか。なるほど、そうか、やっぱりお前の仕業か。あのビデオをどうする気だ？そっちの出方によってはなかったことにしてもいい。金か？今俺らが欲しいのはそれじゃないよ。私をどうする気だ？その前に場所変えよっか。いや、それは困るな。ん？おーおーおお、めんどくせえ。私はいつだって守られているんだよ。なんだこいつら。厚労省の雇ったチンピラってとこかな。こんなのが町中にいんのか。ビデオを全部消せ、八神！お前どの口が言ってんだお前。そんな声張って言うようなことでもないだろう。ビデオを全部消せっつってバカタレが。あーすごい、もうすごい、そこら中でバリン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 チョリンだお前。グリングリンチョリンだおい。くそ、俺はめちゃくちゃ楽しい。乱闘してるって感じでめちゃくちゃ楽しいよ。なんかスマブラもこういう感じなんねえのかな。ケイ、よーし、来るな来るな。もうあんたを守る奴はいないよ。ここには創薬センターでの肩書きも厚労省の助けもない。うん。ずっとこの時を待ってた。私がいなければアドデクナインはどうなる。開発がストップするぞ。別にあんたを殺すわけじゃないんだから。ただ偉そうな態度はよした方がいいな。痛いのは嫌だろう。じゃ、行こうか。さあ、どうなるかね。ああ、いや、久しぶりだね。ああ、昔はよくやってたけどよ。まず裸にするのが兄貴流ですよね。そうなんだ。人間、一皮むきゃみんなこんなもんよ。科学者だろうが、センター長だろうがな。今ならまだ間に合う。早く私を離さないと。俺らにも殺し屋を差し向けますか？バカな。法に訴えるまでだ。そんなことされたら俺、やけになって。うっかりビデオを流出させちゃうかも。え、何？それが嫌ならアドデックナインの話だ。あんたの口から聞かせてもらいたいんだけど。
じゃあ早速ね、いろいろ聞いて。なんだお前。私が何をした、君たちは何がしたいんだ。角度的にまずかったな今のな。さっきバッティングセンターに来た連中は何だ。いや、それは。あんたはいつだって守られてるってそう言ってたよな。誰があんたを守ってる。早く言えや。今さらカッコつけんなって。ずっと私を誘ってくれてたろ。取材も終わったし。どんな状況だこれ。本格的に可愛がってあげるよメス猫ちゃん。世界を救う新薬の開発者、その裏のゲスな一面か。こんなの流れたら孫の代までいい笑いもんだな。やめろ頼むから。こんな、さっきバッティングセンターに来た連中は厚生労働省が雇ったゴロツキだ。事務次官の一ノ瀬が雇っただろ。そうだ。そうですじゃない。そうです私が連れ去られたことは一ノ瀬さんの耳にも入っている。早く解放しないと、さっきみたいな連中がここに押し寄せてくるぞ。大丈夫、その時はここにいるオールスターで歓迎するよ。じゃあ次、3年前の事件のことだけど。はい。創薬センターで入院中のアルツハイマー患者が死んで、山の中から遺体で発見された。犯人とされたのは大久保新平。でも実際にはあれは生野がアドデック9の人体実験で死なせた事故だった。あんたはそのことを知っていたな。あれ、返事がない。じゃあ例のセクハラ映像ネットに上げてくるよ。待ってくれだったら答えろ。ひど、知ってました。いつ誰からどう知らされた。ダメだ、話せない。話したら私はもう。だからちょっと待ってくれ。待てないよ、大久保新平の死刑執行が迫ってる。だからあんたがここにいるうちに全部引き出さなきゃならない。もしどうしても必要なら拷問だってやる。君は弁護士だろ、犯罪者になる気か。ん？俺を犯罪者にしたくないって。そうだよ。なら全部説明しろ。ここにあんたの助けは来ないんだよ。少しだけ時間をやる。俺が戻るまでに腹決めといて。軌道はもう落ちてるよ多分。今はどう立ち回ればいいか頭の中で計算してんだかもな。ちょっと一息入れてきたら、少し時間空けた方が木戸も帰って喋るだろうし、僕らでちゃんと見てるから。気使ってくれてんの。まあたまにはね。八神さんだけ昼からずっと動いてたでしょ。ということはだね、この先になんか戦闘が起こるんだろうな。俺はもうでも準備はできてるぞ。なあ、もういいの八神さん。なら木戸のとこに行く。ああ行こうぜ。ちょっと待って、とりあえず救急セットいらねえか。もう行こう。さあ行くぜ。もう時間がねえからな。大久保君の命が何回見てよ。もう面白いなこの映画。なんだこれ。
話す気になったか。はい。3年前、ショーのアドデック9の人体実験で患者を殺した。あんたはいつそれを知った？アドデック9の記者会見のすぐ後です。ショーの本人の口から直接。あの時のことは今も思い出すと体が震えてきますよ、あいつへの怒りで。まあそうだろうな。お前もな、もともとは利用された側の人間だもんな。キロちゃんもな。アドデック9が有効なのは今のところマウスに対してだけです。そりゃ分かっている。でも人体にだってきっとうまくいく。いえ、そうはいきません。何なんだ、めでたい記者会見の後だぞ。今日ぐらいそんな話いいだろう。本当にお前は無粋というか仕事バカというか。今日の会見には一ノ瀬事務次官も喜んでた。うちは閉鎖どころかでかい予算が流れ込んでくるぞ。あとはお前がもう一頑張りして薬を完成させれば。現段階でアドデック9の臨床試験を行えば被験者はまず間違いなく死にます。なんだと？なんでそんなことが断言できるんだ？大久保新平は無実なんです。あ？急に何の話を。あの判決通り彼はうちの入院患者を殺してなどいません。患者を殺したのはアドデック9なんですから。どういうことだ？あの事件はアドデック9の人体実験だったんです。私の独断で投与しました。なんだって。私は世界が待つ新薬を一刻も早く試したい一心で。投与した途端に恐ろしい悲鳴が上がりました。私はその口を両手で必死に押さえて。じゃあ君があの老人を。なんでそんなバカなこと。じゃあどうするんだ。今日あんな華々しい会見までやってアドデック9をぶち上げたんだぞ。それも私の名前でだ。今日会見しなければこのセンターは閉鎖だったはずです。なんで事前に何も言わなかった。言えばあなたは逃げたでしょう。会見は行われずセンターも閉鎖、世界を救う新薬もお蔵入りだ。でも私はアドデック9を作るために人生を研究に捧げてきたんですよ。私には関係ない。なら私は降りる。心配ありませんよ。え？協力してください、木戸先生。アドデック9が無事に完成しさえすれば何も問題はないんですから。そしてあなたはその開発者として名誉を歴史に刻み、富も手に入れられます。でももし今事実をぶちまければ私もあなたも破滅するしかない。失うものが大きいのはあなたの方です。ショーノ、お前は